ポルトアレグレは、ブラジル南部の都市で、リオグランデドする州の州都である。都市名は、陽気な港という意味。地域の人口は約148万人であり、同国大10位の規模である。140万人を超える人口を持つ、ブラジルを代表する港町である。グアイバ川に面し、南に、大西洋と接するパトスコがある。ヨーロッパからの移民が多く。 ヨーロッパ風の建物が多い。また、1989年より市民が市役所の予算編成に関わる市民参加型予算を実施しており、この面でも世界的に注目されている。白人、混血黒人、その他18世紀中頃にアゾレス諸島からポルトガル人が移住したのが起源で、その後ドイツ、イタリア、スペインなどからの移民を中心として発展した。 1835年から1845年、当時のブラジル帝国に対する、共和派の反乱、ファホーピーリャ革命の中心都市であった。1963年、第3回カキユニバーシアードが開催された。2001年1月に、最初の世界社会フォーラムが当地で開かれ、その後も、幾度も、開催地となっている。ブラジルを代表する、 航空会社バリグブラジル航空の発祥地で、サルガドフィール国際空港は長らく同社のハブ空港であった。サッカークラブチームのグレミオフブパと SC インテルナショナルの本拠地であり、両チームの対戦はポルトアレグレダービーとして盛り上がる。ロナウジーニョをはじめとする数多くのサッカー選手の出身地である。2014FIFA ワールドカップの開催都市の一つであった。 ポルトアレグレの夜景通りの様子、ありがとうございます。